こんばんは、星耳です。今年は長男が満3歳、次男が数え年で3歳ということで、あさって2人まとめて七五三をします。今は七五三2日前の夜なんですが、さっき子供たちの着物が届きまして、当日の朝は夫が着付ける予定なので、今のうちに子供たちに着付ける練習をしておきます。3歳の子はヒフって呼ばれる着物を着ることが多いというので、それをレンタルしてみたんですが、ネットで調べたところ、ヒフは初心者でも簡単に着せれるよって言ってる人がいっぱいいたので、それを信じて着付けは当日の朝に夫がすることにしました。ちょっと一回ちょっとごめんね。無事に着付けができました。今回レンタルについてきた着付けの仕方の紙がこれなんですけど、5歳の時に着せる袴はこんなにステップがあるのに対して、皮膚はこの3ステップだけで本当に簡単でした。ただ浴衣とかを自分で着たことがある私にとっては結構簡単なんですけど、そういうのに慣れてない夫にはちょっと難しかったのか、かなり怪しそうなので、当日までにもうあと何回かは練習しておいた方がいいかなという感じです。次に足袋と草履もレンタルでついてきたので、これらを履かせてみます。3歳だと嫌がって履いてくれなかったり、うまく歩けなかったりするってネットに書いてあって、でもこの草履バンドっていうものを1人につき4本買って、こういう風につけると歩きやすくなるって書いてあったので、これをつけてみました。何だそれ。ちょっとね、あの草履バンドのおかげで、もう本当にサンダルみたいな感覚で履けて、2人とも嫌がらずに歩けていて本当に良かったです。ちなみに今回子供たちの着物は京都貸衣装さんというところで借りたんですが、柄は花柄です。ちょっと女の子っぽいかなって思ったりもしたんですが、私自身この柄はすごい気に入ったし、3歳の男の子の着物ランキングを見ていても花柄は結構入っていたし、5歳になると子供たちの意思がはっきりしてきて、こういう柄は着てくれない可能性があるなって思って、今のうちだなって思って、今回は私が気に入った柄を色違いでレンタルしました。おはようございます。七五三前日の朝です。なんと長男は熱はないんですがしんどいと言い始めて、次男は37度4分で頭痛いと言い始めました。でも今キャンセルをしても8万円ぐらいかかるし、私の親は大阪から来るんですが、もうそのホテルとかも抑えちゃってるっていうしで、できるだけ明日予定通り七五三を行ってしまいたいと思っています。なのでとりあえず今日は大事をとって子どもたちは保育園を休ませました。おはようございます。七五三当日の朝6時40分です。もう子どもたちは起きてきたんですが、2人とも熱もなければ元気ということで本当に良かったです。でこの後はもう私はすぐに着付けのために出かけて、子どもたちは夫に任せていきます。ちなみに出発までに少しだけ時間があるので、子どもたちの七五三の荷物を軽くご紹介しておくと、おむつセットにご機嫌を損ねた時用のお菓子、できるだけこぼさないようにストローの水筒、2人分の初穂料、何かあった時用のキャラクターの絆創膏に、七五三の後の会食で着せる普段着と靴、食事エプロン、会食の時にぐずった時用のシールブックです。和傘とか撮影で使うような小物は出張カメラマンさんが持ってきてくださるということなので、私は持っていきません。後でね、後でね、うん、行ってきます。よろしくね、大丈夫だよ。着付けのために浅草に来ました。なんですが、さっき夫から連絡が来まして、長男が熱はないけどしんどいって言い始めたらしくて、でも、ね、もう可愛い写真は撮れるかわからないけれど、両家の親も家を出ちゃってる時間なので、このまま七五三やっちゃおうと思います。
ちなみに今日は夫に子供たちを任せてきちゃったんですが、8時半頃に夫の両親が家に来て子供たちの準備を手伝ってくださる予定です。もともとは8時45分ぐらいに来てちょっとタクシー乗るのとかだけ一緒に手伝ってみたいな感じで言っていたんですが、夫がやっぱりあんまり着付けが上手じゃなくて不安だったので、義母さんに申し訳ないですが8時半でお願いしますと伝えておきました。到着しました。今日は京都着物レンタルバーゴさんでレンタルと着付けをしてもらいます。こんな感じになりました。やっぱり着物を着る機会って人生であんまりないので、キュートテンション上がりますね。着付けが終わりまして、今朝9時25分です。夫たちと神社に9時50分に集合する約束をしているので、もう神社に向かいます。ちなみに今日は10月29日火曜日です。11月になると神社が混むっていうし、ロケーションフォトを撮ろうと思うと人が少ない方が綺麗に撮れるかなと思ったので、10月末の平日を選びました。あとさっき浅草寺の近くにいたので、浅草寺で今日七五三をやるかなって思われた方も多いと思うんですが、今回は根津神社でやります。浅草寺もかなり迷ったんですが、ロケーションフォトを撮るってなると人が少ない方がいいかなって思ったので根津神社を選びました。根津神社到着しました。で、今回出張カメラマンさんは乳房フォトとかお宮参りでもお世話になった青柳理沙さんです。よろしくお願いします。今回七五三に参加するのは私たち家族4人と夫の両親と私の父親です。私の父親は大阪に住んでいるし、孫が4人とも男で、私が妊娠した時また男かよってテンション下がってたので、今日来てくれないかなって思ってたんですが、来てくれて素直に嬉しいです。あとでもらえるらしい。ストップだよ。お、そうそう、お利口さん。あれかな。でも立ち直り早いね。いいし、いいし、お、いいもん。七五三って数え年でも満年齢でもいいっていうので今年にやったんですが、やっぱり3歳と2歳の子って結構大変ですね。あ、まあ、まあ、った。チューバーグ。チューバーグ。チューバーグ。よいしょみたいな。ないなー。こっち。バー。こっち。ないないバー。バー。あれ？あれ？いないな。ここに投げてみる？どうした？おお。先生、ママが来た。あれ？あれ？じゃあ先生にポー。先生。後日いただいた写真はこんな感じです。今回も本当に素敵なお写真をたくさん撮っていただけました。カメラマンはフォトワという出張撮影サービスから青柳理沙さんを指名させていただいたのですが、小物も貸していただけたし、データも全部で300枚いただけて大満足です。撮影を始めた頃は子供たちが2人ともぐずぐずで、やはり体調が悪いのかと心配になった時もありましたが、カメラマンさんがうまく誘導してくれて徐々に機嫌も良くなり、2人の写真も家族写真もたくさん撮っていただけて、また宝物が増えました。長男と次男は年が1歳6ヶ月離れているのですが、長男がかなり小さめで次男はかなり大きめの結果、2人の写真は双子のようでとても可愛かったです。義母さんに着付けてもらったのも大正解で、着崩れることもなく、天候もお昼から雨予報だったのでヒヤヒヤしていましたが、午前中は降らず、それもとても良かったです。
撮影が終わりまして、カメラマンさんとは解散しました。今からご祈祷に行きます。ちなみにうちの父が動画に登場するたびにいつも若い若いって言われるんですが、現在62歳でございます。今から会食をするレストランに向かいます。子供たち今日着物も初めてだったし、下駄も初めてだったんで、ぐずったらどうしようって思ってたんですけど、2人とも結構ご機嫌に過ごしてくれて本当に良かったです。レストランに着いたらすぐに着替えさせます。七五三は男の子の場合は主に5歳にすることが多いんですが、なんで3歳もするんですかってコメントをいただいたので言うと、まあ地域によって3歳もやったりとか、あと人によって3歳もやるっていうことで、私はなんか楽しいことは多い方がいいかなって思ったので、今回3歳もすることにしました。あとうちの夫が海外移住を夢見てて、そうなるともしかすると5歳の時には日本にいない可能性があるので、まあ、ひとまず3歳でもやっておこうかなっていう気持ちで3歳もやりました。ちなみにお父さん、よく視聴者さんから私を育てる時に星耳さんの親御さんは何を気をつけましたかみたいなコメントが来るんやけど、何か気をつけたことある？全くありません。自由に育っていただきましただそうです。到着しました。今日は銀座鵜飼亭で鉄板焼きを食べてきます。銀座鵜飼亭さんは長男妊娠中に夫とデートで行ったことがあったのですが、その時にお子様もご一緒に楽しんでいただけますよとお声掛けいただき、いつか子供も一緒に行ってみたいと思っていました。広い半個室にご案内いただけたので、そこで子供のお着替えもできたし、子供用に椅子の上にクッションを置いてくださったり、子供が喜ぶようなハンバーグやポテトフライなどがついた子供用のコースもあり、本当に子連れに優しいお店でした。さらにプレートやバラのお花のプレゼントをいただけたり、家族写真も撮っていただけていい思い出になりました。もちろん料理はどれも美味しくて、子供が生まれて以降あまりこういうお店には来れていなかったので、とにかく何を食べても幸せだったし、目の前で焼いていただけるので子供たちも興味津々で、とても楽しい時間を過ごすことができました。食後は解散して帰路へ。夫は酔いつぶれ、次男は爆睡でした。帰ってきまして、いろいろバタバタとお片付けもしまして、少し落ち着きました。今日さ、着物っていうさ、初めて着る服着たけどさ、どうだった？楽しかった。あ、楽しかったんだ。お靴もさ、初めて履く下駄っていうのだったけどさ、歩きにくくなかった？歩きにくくなかった。あ、よかったよかった。今日は何が楽しかった？飴をペロペロしながら食べてるのが大好き。ちとせ飴もらったのペロペロしたのが良かったんだね。今日は本当に子供たちの体調が心配だったし、神社に着いてすぐは本当に私が道具を回す余裕がないぐらい2人がぐずっちゃった時もあったんですが、カメラマンさんがうまく誘導してくださって、全体的にすごくうまく進められたし、会食中も逆にもしかしたら病み上がりだからかなって思うぐらい2人がおとなしかったりもして、無事に1日を終えることができました。男の子の場合3歳では七五三をしない方も多いっていうのは聞くんですが、まあ、着物も3歳ならではの華やかさがあった感じだし、写真もね、3歳ならではの可愛らしい写真をたくさん撮ることができて、本当にいい思い出になりました。ちなみに今日根津神社のご祈祷でいろいろ記念品をいただいたので、何をもらったのか軽くご紹介すると、まず祈祷場に入ってすぐにこのメダルを首にかけていただきまして、ご祈祷後にこの袋が1人2つ渡されました。でこっちの袋の中にはちとせ飴2本と絵馬、お守りが入っていまして、でこっちの袋の中にはお絵かき帳とクーピーが入っておりました。かなり実用的なものなので大事に使おうと思います。ということで今日一日無事に終わりました。この後は私の着物と子供たちの着物を郵送で返却して、
あと私自身ね、実はずっと髪の毛を切りたかったんですけど、七五三のために伸ばしてきたので近々まさに髪を切ってしまおうと思います。あと今日の写真はインスタの方にもアップしようと思うので、ぜひインスタの方もフォローお願いします。ということで高評価チャンネル登録お願いします。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。